はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断続きをプレイしていきましょう。で、現在の目標なんですが、1942年、6月3週目になってるんですけど、8月までに南太平洋の攻略を目標に掲げています。で、南太平洋がどこかというとですね、南太平洋はこちらになります。で、ここにちょっと敵の艦隊がどんくらい入っているかというのはわからないんですが、まあ、多くはいないだろうという予想のもとですね、まあ、ちょっと危険な予想かなとも思うんですけど、3個艦隊、具体的にはですね、今ご覧いただいている第3艦隊、これ主力の空母艦隊になっています。機動部隊です。こことですね、あとは第4艦隊、これは、砲撃戦もできる戦艦2隻に、さらに正規空母2隻を含む、まあ、バランスの取れた艦隊になってますね。第4艦隊で、最後第10艦隊が、まあ機動力重視の軽巡と駆逐艦からなる、艦隊になってますけど、この3個艦隊をもって、目標地点である、南太平洋へと進撃を開始していきたいと思っています。まあ、ここはね、まあ、確実に敵の艦隊をいれば撃滅、いなければ占領というのを考えています。でですね、その他艦隊の再編状況を見ておくとですね、まず第1艦隊なんですが、第1艦隊はすでに、井上鳴海中将を正規空母に乗せて、これを小笠原沖に配備しています。まあ、小笠原沖はですね、敵が攻めてくるおそらく第1の拠点になるだろうと思いますので、この小笠原沖に艦隊を集結させています。で、もしですね、小笠原沖ではなくて、マリアナあるいはマーシャル沖なんかに敵艦隊が攻めてきていた場合にはですね、この主力第1、第2艦隊を持って、逆に中部太平洋を抑えるという動きをしていきたいと思っています。で、ちょっとお金に余裕が出てきている今ですね、何をするかというと、まずは技術開発ですね。今回はちょっと厚めに技術開発入れていきましょう。で、あとはですね、諜報活動もしっかり入れておきたいので、まあ、アラビア海と、まあ、南太平洋もね、まあ、この後どうなるかというのはあるんですが、ハワイにも入れておきましょう。で、あとはですね、まあ、例によってというところにはなるんですが、輸送船の建造ですね。輸送船を今回は10隻ほどもバシーンと作っちゃいましょう。で、あとは飛行機の生産ですね。で、今回はですね、飛行機の生産の前にちょっと夢であったですね、まあ、ちょっとこれもまた皆さんからお叱りをいただくかもしれないんですが、海大和型の建造に取り掛かります。まあ、これはまさにね、海大和と名付けましょう。超ヤマトにしますか？なんかそっちの方がね、かっこいいですよね。超ヤマト型戦艦、超ヤマトの建造17週間かかんのか。金もえらい持ってかれましたけどね。じゃあ、ここからはですね、まず戦闘機、の冷戦3新型、これね、2次43号機作ったんですけど、ちょっとどうかなと思って、空戦能力が低すぎやしないかいというのがあってですね、冷戦の3、2型にちょっと変えます。まあ、もったいないんですけどね、せっかく設計したのにっていうのがあって、これをじゃあ10機ほどで、あとは97式、いや、先に水星作りましょう。水星を97式の観光これでいいでしょう。で、できればですけど、どうしてもね、その艦船の数が減ってきているので、そこをなんとか補いたいなという思いがあるので、皆さんからいろいろご指摘いただいている計14艦と、あと潜水艦もね、この後ちょっとずつ作っていきたいなというふうに思ってますんで、
そのあたりはね、ちょっと皆さん、こいつ全然言うこと聞かないなと思われてるかもしれないんですけど、懲りずにという言い方するとちょっと失礼かもしれないんですが、今後ともいろいろとアドバイスとか、助言とか、いろいろいただければ本当に嬉しいなと思ってますんで、ぜひぜひいろいろ教えてくださいというところです。で、あとは、ここ、救難式の観光が14期か。観光はね、まあ、14のままにしとくよ。で、干拓を増やしましょう、干拓。干拓、救急式の干拓か。救急式の干拓、どうだろう、救急式の干拓。救急式の干拓、いる？まあいいか。できればね、ここは、そうだな、救難式を、これ、救急式の干拓に変えよう。救急式の干拓をだから水性に変えてしまって、これをマックス値に変えますと。水性をマックスの29に変えて、で、救難式の観光を、これ救急式の干拓に変えちゃいましょう。もう救急式の干拓は完全に、要因としては、偵察要員に変えましょう。これでどうでしょう。なので、艦載機をここも変えます。救急式の艦爆になってるね。偵察はもう全部救急式の艦爆に変えていこう。救難式の艦砲とかを配備するのがもったいないんで。徹底していらないものを偵察機に回すっていうね。まあ、それがいいのかっていうのはあるんですけど、もうちょっとね、しょうがないですからね。そういうふうに変えていきましょう。よし、これでいいかな。で、第2艦隊は空母は、軽空母2隻だけですよね。ここもただ艦載機の見直しは必要だよな。ここも救急式の艦爆に変えちゃいましょうね。雷撃機がいないのか。これ救難式の艦砲を乗せよう。まあ、ここの艦隊が一番交戦する可能性が高いんでね、敵と。どうしても、いわゆる敵のアメリカの空母艦含む主力艦隊と交戦に陥る可能性が最も高いのが、この小笠原沖にいる艦隊なんで、この小笠原沖にいる艦隊が壊滅するようなことがあると、一気に大ダメージというかね、その戦線が、戦局崩壊っていう可能性も出てくるんで、まあ、それはやっぱりどうしても避けなきゃいけない情勢にはなってきますからね。ここは救難式の艦砲。救難式の艦砲それなりに数揃ってきましたね。これでね、敵が沈められるかっていうと、ちょっと艦隊の規模的には微妙かなとは思うんですが。珊瑚海に展開しているこちらの主力空母艦隊も、ちょっと艦載機の見直しをしていきましょう。救難式の艦砲はやめて、いや、まあここはもういじらない方がいいか。いじらない方がいいね。それなりに数は揃ってますからね。加賀。で、第4艦隊の方は瑞鶴と昇格。大丈夫だね。よし、これで、次回のターンで言うと、それなりに、飛行機の数も揃ってきてるので、なんとかなりそうかなという感じですね。では、これでターンを進めていきましょう。ちょっとね、久しぶりの艦隊戦になると思うんで、もしくは、陸上攻撃戦になるかなと思いますんで。敵の航空基地は間違いなくここにしかないね。夜明けとともに出撃しましょう。
で、ちょっと正直言って操作が追いつかないというところがあるので、少しまずスピードを落としてですね。まあ、敵の艦隊がいるかどうかというのもね、かなり重要にはなるんですが、まず、この経営順と駆逐艦からなるこっちの艦隊、ここの艦隊に関して言うと、ここはもう委任しちゃいましょう、完全に。委任してしまって、で、ここの空母艦隊は停止。で、ここの艦隊も一時停止させましょう。で、何をするかというと、偵察機を飛ばして、ああ、飛ばせないのか、偵察機が今。雨が降ってると、ね、偵察機が飛ばせないっていうのがね、痛いですね。せっかくね、敵の航空基地がある場所は明白になってるんで。雨が止んだら即座に攻撃隊を飛ばせるように準備だけしときますか。一瞬で決めましょう。まあ、ここはね、最も練度も高い航空隊が配備されてますからね。これまで歴戦というか、ずーっと戦ってきましたからね。さあ、雨待ちです。雨待ち。ちょっと雨待ちなので、スピードを速めちゃいましょう。PS2 の方が操作性全然いいですよっていうコメントもいただいてるんですけど、ちょっともう PS2 自体は持ってなくてですね、かつ PS2 をちょっとこの実況するために、ゲーム画面を録画する方法も持ち合わせていないというのもあって、ちょっと皆さんにはね、それなりにご不便をおかけしてしまっているかなとは思うんですが、このままお付き合いいただければと思います。あとは敵の本当にあれがいるかどうかなんですよね。さあ、偵察機も飛び始めたし。何？敵発見？どこにいる？敵のおそらくあれだな。敵艦も発見した？まずいね。攻撃機が出てしまってる、今。しょうがない。この第3艦隊だけで敵に挑みましょう。第3艦隊は直接指揮します。何？敵の空母が出てるな。これはちょっと予想外だけど、しょうがないね。敵の正規空母を沈めにかかりましょう。あくまでも目的は敵の正規空母ですね。敵の正規空母を沈めたい。なに、空母か大破かが、小学が大破してますね。いやー、珊瑚海にこんだけ敵の大軍が出てるとはちょっと思わなかったな。なに、瑞鶴が沈没したかー、きついねー、瑞鶴の沈没は。ただここは敵の正規空母を沈めましょう。確実に沈めましょう。
よし、敵空母撃沈した。このまま敵の空母を撃沈させたい。痛み分けという状況は避けたいからな。なに、小学も沈没したか。耐えられなかったね。敵空母を沈めましょう。敵空母、撤退命令だな。いやー、このままちょっと戦い続けるのは危険だな。撤退しましょう。味方の正規空母が残ってるうちに撤退します。ただ敵の空母は沈めたい。一隻でもいいんで沈めたいですね。よし、夜間になったんで、ここは雷撃戦に移りましょう。駆逐艦による追撃戦に移ります。さあ、ここでできるだけ敵の空母を沈めておきたいですよね。ごっちゃになってる今。敵の正規空母を沈めたい。敵の正規空母を沈めたい。よし、敵空母撃沈したぞ。あとは護衛空母1隻でも2隻でも沈めましょう。いや、でもここは撤退かな。撤退だな。撤退しましょう。いや、痛み分けだな、ここも。いやー、第3、第4艦隊が結構被害が出てしまいましたね。まあ、魚雷攻撃でちょっと1隻でも2隻でも沈めましょう。まあ、敵空母
撃沈したけどな、ちょっと状況を確認しましょう。まず味方なんですが、正規空母昇格、正規空母随格撃沈です。第10艦隊に関してはもう駆逐艦ほぼ全滅してますね。で、敵はというと正規空母ミンドロ撃沈、あとはケイジュンか。で、正規空母サラトガ撃沈、正規空母ワイルドビール撃沈、これ護衛空母ですね。いやー、損害はこっちの方が明らかに大きいな。まあ、何といっても第10艦隊が壊滅したっていうのが痛すぎますね。いやー、ちょっと言葉が出ないな。まあ、主力艦隊の第3、第4艦隊のうち第3艦隊が無傷だった。まあちょっとね、損傷はしてますけど、撃沈された艦船はないとはいえ、第4艦隊から正規空母2隻一気に喪失してますからね。敵の方は正規空母2隻、まあ同じ正規空母2隻だけど、ちょっと何とも言えないな。正規空母2隻一気に損失してるな。第10艦隊もかなりの損傷率だ。ちょっと言葉が出ないですけど、まあしょうがないですね。何？ジャワ沖が敵潜水艦の攻撃に輸送船団が全滅？厳しい戦いだな。中型ディーゼル機関が開発可能になりましたということですね。まあ、これは速攻でやりましょう。で、二次四三の爆撃機が作れるようになりましたね。どうするかというと、中部太平洋には敵の主力艦隊が詰めてんだよな。第1、第8、第16艦隊。ただ、まあ、ここはハワイ沖か。中部太平洋はというと、中部太平洋攻める？もうここ航空機もあんまりないし、中部太平洋次のターンで攻めましょう。で、その前にというわけではないんですけど、まず珊瑚海にいるこの艦隊ですね、まず第10艦隊は、まあ、残念ながらというわけではないんですが、第3艦隊に移して終わりです。第4艦隊も第3艦隊もかなりの被弾率だな。これを一度オーストラリアに戻して、オーストラリアで艦隊の増強に図りましょう。で、今多分ね、この第5艦隊とかを一旦創設してしまって、第5艦隊に空母ないし戦艦を乗せて、これをオーストラリアに派遣して、オーストラリアで一旦艦隊の再編をしないとまずいことになりますね。この第5艦隊は、そうだな。この第5艦隊は、
この第4艦、第3艦隊か。第4艦隊に合流させましょう。なんで、ちょっとね、ショッキングですけど、この第5艦隊は急いで、オーストラリアに向かわせましょう。で、この第8艦隊に、ここは思い切った戦艦の増改築を入れて、それなりの艦隊戦力に仕立てましょう。戦艦4隻に軽巡が2隻、3隻になるかな。これで第8艦隊もそれなりの戦力になるでしょう。で、戦艦駿河に提督を乗せればいいでしょ。ってところかな。よし、これでよくてだ。第5艦隊を出しますというところですね。で、あとは、もう一個ですね、さっき壊滅してしまった、珊瑚海で壊滅した駆逐艦艦隊ですね。これをちょっと新たに作ってあげなきゃいけないんで、駆逐艦艦隊を作りましょう。ちょっと数が揃わないかなって感じはしますけど、これ第6艦隊として、いや、第10艦隊に名前、同じ第10艦隊にしてあげよう。分かんなくなるしね。ちょっと数が少ないですが、この第10艦隊を再び オーストラリアに派遣。んで、ここからは技術開発とかをしっかりやっていきましょうね。お金があんまりないんですが、まず兵器開発ですが、新兵器開発で中型のディーゼルですね。これは開発しましょう。お金がないな。で、技術開発、今回はちょっと薄くしかできないですね。で、あとは輸送船ですね。輸送船沈められたの痛いからな。2隻しか作れないね。で、これを、輸送船を、ジャワがね、確かさっき見た感じだと、輸送船団が全滅してるんで、で、あとは、艦船の生産ですね。これ、駆逐艦作っていかないとやばいな。艦が、どうしようかな。どれを作るかなんですけど、雷撃能力が高い方がいいんですよね。対艦攻撃力が高い駆逐艦を作っていきましょう。対艦攻撃力が高いってなると、吹雪とかになってくると119の攻撃力か。対空攻撃力もそれなりに欲しいよね。でもこれいいね。妖艶型駆逐艦、建造資金が547、これ3隻作りましょう。今回は飛行機が作れないね。それなりにその損傷してますからね、さっき戦った第3艦隊の航空隊が。いや、思わぬ形で大損害を被ったからな。
艦載機。ちょっと一旦自動配備にしちゃいましょう。いや、自動配備はダメだな。ろくな配備の仕方しなかったね、今見たら。まあ、ここはいいでしょう。損傷率もそんなに高くないんで。いやー、蒼龍に関して言うと、未帰還率が高すぎんだろ、これ。艦載機、11機しか戻ってきてないですね。いやー、申し訳ないね、これに関して言うと。冷戦の21型か、直縁が。護衛機が32型にしましょう、せめてね。で、爆撃機に関してはいつも通りの水星。水星がでもあれか、14機しかないのか、厳しいね。ちょっと水星作ってあげないとまずいな。で、救難式の観光。その代わり観光いっぱい積むか。で、偵察機は救急式の艦爆。救急式の艦爆ももう数は減ってきましたね。これでいいかな。で、加賀とか赤城に関しては損傷率は低いんで、まあちょっと一旦このままって感じですかね。さあ、じゃあこれでいいでしょうということで、ちょっと次回はですね、そしたら小笠原沖から、中部太平洋へと進行していきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。